お客様の言うことをとにかく聞くということをしていると、何でも言いますけれども、サロンの中でいいことが起きないと、どんなね悪いことが起こるかっていうと、いざという時にですね、皆さんのご提案がですね、はい、皆さんこんにちは、エステ王子です。今回は間違ったお客様第一主義ということについてお伝えしていきたいと思います。このチャンネルではですね、エステ王子のサロン経営ノウハウ、エステのカウンセリングやリピーターの作り方、こういった動画をねアップしております。それから日本一のエステ王子のテクニック、フェイシャルテクニックなんかをですねご紹介しておりますので、ぜひですねセラピスト、エステ社の方、そしてサロン運営をされている方、そしてこれからですねエステサロンを開業されたいという方にね見ていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、間違ったお客様第一主義ということなんですけれども、お客様第一主義とね聞くと皆さんどんなねことをね考えられるかというふうに思うんですけれども、ね、非常にねいい響きだと思うんです、お客様第一主義で。これがね本質的に合っていれば問題はないと思うんですけれども、これ実はですね間違ったね捉え方をされている方結構多いんですね。でこれ以前ねエステサロンの研修での内容なんですけれども、例えばですねこんなことがあったんですね。お客様がですね忙しいっていうふうにおっしゃってたので、とかお客様がこういうふうにしてほしいっていうふうに言ってました、とかお客様が今お金がないっていうのでご提案できませんでした、とかお客様がですね今気に入ってる化粧品があるのでご案内しませんでした、とかお客様がですね今肩こりがあるので肩こりのマッサージに変えました、とかですね、お客様が予約を取るときにまた連絡しますというのでまた連絡いただけるそうですっていうふうにそのままお客様の言葉を鵜呑みにしたとか、まあこういったですねことをおっしゃるエステティシャンって結構多いんですね。でこれってまあお客様のね話を聞いてくれるエステティシャンだとは思うんですよ。ただこの状態を続けるとですねどんなことが起こるかっていうと、人間関係ですね、お客様とエステティシャンとの人間関係がですね明らかにお客様が上の立場になっちゃうんですね。なのでこの上の立場になってしまうとあまりねこういいことが起きないっていうのがね、私の経験上ありますので、それはねこの後お伝えしていきたいと思うんですけれども、お客様第一主義っていうのはね私もね大賛成なんですね。でもね先ほどお話ししたように、お客様の言うことをとにかく聞くということをしていると、何でも言いますけれどもサロンの中でいいことが起きないと、どんなね悪いことが起こるかっていうと、いざという時にですね皆さんのご提案がですねお客様に通りにくくなるということなんですね。これ先ほどもお話した通り、お客様とエステティシャンの関係性がですねお客様がやっぱ上になってるっていうことがやっぱ多いんですよ。でそうなると、ある意味ね、こう下の立場からお客様にご案内をしたとしても、いや、それは私がね、考えて後で決めるわ、みたいな感じで、簡単に断られてしまうケースがね、出てくるんですね。なので、そのお客様第一主義っていうのは、お客様の言うことを聞けばいいかって、そういうわけではなくて、お客様とね、エステティシャンの関係性がお客様が上になってしまうと、ね、アドバイスをね、聞いてくれないっていうことがね、ありますので、そうなるとどういうことが起こるかというとですね、お客様が綺麗になりたいっていうふうに思ってサロンに来ているのに、その綺麗になる方法をねエステティシャンはご提案しているんですけれども、お客様の立場が上だったりするとお客様はエステティシャンの言うことをね聞かないっていうことがありますから、その綺麗になる方法に対して積極的に取り組まなかったりするんですね。なのでこのお客様第一主義の中でのお客様の言葉を鵜呑みにして全て聞き入れてしまうっていうのはですね絶対やってはいけないということなんですよ。でこのね、お客様第一主義でお客様の言うことを全て聞き入れて鵜呑みにしてしまうっていうことって、例えばですね皆さんの中でもねそのお子様がいらっしゃるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、これ例えばお子様第一主義って言った時に
子供がですね、例えば勉強をしたくないからって言った時に皆さんは勉強させないのかとか、朝早く起きて学校に行かなければいけないのに子供が眠いからって言った時にずっと寝かせておくっていうようなことと一緒なんですね。お子様第一主義とお客様第一主義ね、考え方は一緒なんですよ。だからお子様で考えるとね、すごく分かりやすかったと思うんですけれども、お客様もね、自分がねそういうふうに考えていることがあるんですけれども、それがプロから見て正しいことがどうなのかっていうのをしっかり判断することが大切になるんですね。なのでお客様は何かね、こうしてほしい、ああしてほしいっていろんな理由、言い訳、こういったものがあるんですけれども、それをまずプロの目線で考えた時に最も大切なことは、お客様が本当に綺麗になるためのことを提案することが大事なんですけれども、そこにね行き着かないっていうケースが実はあるんですよね、お客様の言うことばっかり聞いてると。なので一度ねお話を聞いたとしても、で受け入れることは間違いないんですけれども、受け入れた後にじゃあお客様に対してどんなねアドバイス、どんなご提案、どんな会話をしてあげたらお客様が綺麗になる方向に近づいていくのかっていうのを考えながら、日々のトーク、毎回の接客の中でのトーク、会話、これをねやっていかないといけないということなんですね。やはりですね、お客様第一主義ね、これはねすごく大賛成で、私もね絶対にお客様第一主義大切だと思うんですけれども、お客様第一主義っていうのはどういうことか、ね、ここのね本質を履き違えてしまうと先ほどお話ししたようなことになってくると。でお客様第一主義っていうのは、お客様の悩みを解決してお客様の幸せを叶えてあげるっていうことが、僕はね第一主義っていうような考え方なんじゃないかなというふうに思ってるんですね。でお客様って例えばまあ、いろんなものをね皆さんご提案した時にお断りされることもあると思うんですけれども、お客様の潜在意識の中では絶対にね綺麗になりたいっていう気持ちがあるんですよね。ただお客様っていうのは今の現状、例えばお金がなくなってしまう、時間を取られてしまうっていうようなことがあると、ついついですね今のことを考えてお断りしてしまうっていうことが出てくるということなんですね。だから忙しいとかって言って、まあ、エステサロンに通ってくれないとかですね、まあ、高いとかお金がないからといって、で本当にね綺麗になれるような商品をお断りしてしまうっていうケースが出てくるわけなんですよ。で本当に大切なこと、皆さんがですねお客様に綺麗になってほしいって思う最も大切なことを最終的にねしっかりと聞き入れてもらうためには、お客様の言うことを常に 100% 聞き入れて鵜呑みにして、それに沿った、ね、ご案内とかっていう話ではなくて、皆さんが提案すること、ね、これがすごく大事ですから、その提案が通るための普段からの会話、人間関係の作り方をやっておかないとですね、お客様第一主義っていうのが成り立たなくなってしまうということなんですね。はい、皆さんもですねエステティシャンとしてプロとしてね、お客様第一主義っていうのをね掲げるっていうのであれば、ぜひですねお客様の悩みを解決して夢を叶えていくという方向にね持ってってあげるっていうのがね、一番お客様に対するおもてなし、ね、お客様第一主義なんじゃないかなというふうに思うんですね。はい、何度も話しますけれども、忙しいからとかお金がないから、ね、こんなふうにねお断りされるお客様たくさんいらっしゃると思うんですね。でもそれをねただ鵜呑みにしてしまっていては、お客様っていうのは綺麗になっていったりだとか夢を叶えていくっていうことがね少しね遠のいていってしまうと思うんですね。なのでぜひですねお客様第一主義を本質からねしっかりと捉えていただいて、まずはお客様との人間関係をしっかりと築くということですね。この人間関係をしっかり築くことによって、皆さんの提案、それからご案内する商品、これをですねしっかりと使っていただく、それがですね綺麗への近道、そして幸せの近道ですから、そうなるような、ね、お客様との関係性を築いていただきたいなというふうに思います。はい、ということで今回は間違った第一主義ということについてお伝えしてきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうかね。お客様の言うことをね聞き入れすぎてた、鵜呑みにしすぎてたっていうことはねなかったでしょうか。もしねそういったことがねあるようであれば、ぜひこれからのねお客様との人間関係の築き方、接客、会話、これらに気をつけていただいて、ぜひですねお客様との接客の中でねしっかりとねやっていただきたいなというふうに思います。ということで今回の動画少しねためになったなというふうに思われましたら、ぜひ高評価お願いいたします。そしてですね今回の動画に対する感想、それから質問などありましたら、ぜひコメント欄にお願いいたします。それからですねもっとこの後ね、たくさんの動画をねアップしていきたいというふうに思います。
皆さんのためになるような有意義になるような、ね、動画をアップしていきたいと思いますので、お見逃しないようにチャンネル登録をお願いいたします。ということで、またお会いしましょう。